唐津市の名古屋城跡やその一帯で開催されている大茶会は、歴史や文化について多くの人に知ってもらおうと、能や和楽器の演奏、茶会などによって桃山時代のにぎわいを再現しています。会場には草庵茶室が再現されているほか、茶道団体による定茶席なども用意されていて、訪れた人たちは桜を見ながらお茶を楽しんでいました。甘いもの好きだし、お茶がよく飲みますので、美味しかったです。暑くて美味しかった。美味しゅうございました。また名古屋城博物館に展示されている黄金の茶室でも、人数を制限し定茶の体験が行われています。名古屋城大茶会は今日午後5時まで開かれています。